通った。あ、通知来た。はい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 。ちょっと暗い。そうでもない。ま、大丈夫大丈夫。ちょ、うん、全然大丈夫。皆さんお疲れ様でございます。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も1週間お疲れ様でした。これコメントを顔にかぶってるけど、これ女、うん、でもね、こっちで見てるときだ。平気。こっちだけかぶってるのか。お疲れ様です。皆さん機種によってね、コメントの幅が違うっぽいね。あ、なるほどね。あ、フットワード見てると、あ、北斗出てますから。北斗がね、ありがとうございます。日本テレビさん、俺も無駄にハート送ってみるみたいな。見ながらね、忙しいですね。大変や。見ながらこう見てるみたいな、ね、ちょっと北斗ファンの皆さん、なんかちょっとお邪魔になっちゃったかな、申し訳ないですね。僕ちゃん頑張ってくれて一人で。ちょっと待って、ゆうたさん、ゆうたさんがまたや。僕も今コメントしてみました。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。携帯開いたらいつも言ってる。申し訳ないし、だってだって時間帯的にそうかもね。お仕事終わるぐらいの時に。申し訳ないですね。しかもあれ、ライブしてるとき一番手前に来るじゃないですか。またこいつらみたいな。申し訳ないですね。でもこうやっていつも見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいので。ゆうたくんでも今通話期間中ですから、リハーサルとか、はい、よくあのアクロバットの練習されてますね。あのいいね、この前のありがとうございます。ゆうたくんの新技の、新技じゃないかもしれないけど、あの練習の風景めっちゃ、うん、高いよね。あの座ってるとこから前宙するみたいな技とかもこうやすごい。どういう景色になってるのか気になるけど、一生できないんだろうなと思うんですね。うん、ジン君絶対やんないで、ね、怪我するから。ゆうたくんの身体能力ゆえできるからね、うん、そう思うとやっぱ翔平ってすごいね、うん、すごい。あの子すごい。でゆうたさん昔めちゃくちゃ重い衣装着ながらアクロバットしてはったからな。あ、すごい。それで、あ、やっぱこの人超人やなと思って、うん、あのジェネさんが出られてる番組のあのシャトルランの音あるじゃないですか、うん、だんだん速くなる、 あれの速さに負けずにうまい棒を何本食べきるかみたいな今日見たことある。ないやられてて、ゆうたくんが天才的なスピードでもうめっちゃ食べるみたいな。すげーってなって。すごい、そんなところにも才能があるんですね。早食いの天才でした。うん、行くね、服チカチカする。あ、すみません、今日ちょっとカラフルな、いつも黒白頼りがちだったんで。あ、そう、僕、ゆうたくん見てます。僕ちゃんと見ましたよ。あれはすごいです、本当に。なんかできそうでできないじゃないですか、うまい棒めっちゃ速い。どうパサパサになるし、どういうどんどん速くなっていくってことだろ。そうだ。で、結局20本ぐらい食べて、いやすげえ。で、お腹いっぱいってもう、あの、やめたんだけど、でもこううまい棒食って水で溶かして飲んで。なんか聞き取りづらいって聞いてる。あと音声届きた方がいいかもしれない。すいません、多分これで聞きやすい。切りました。違って、そうそうそう、あ、右切れてる。はい、治りました。すいません、今治ったでしょ。うんうん、ちょっとディレイありますからね。うん、俺の、まさかこの話ありがとう。いやいや、何おっしゃってるんですか。いやいや、何おっしゃいませんやろ。本当にいつもありがとうございます。治った。あ、よかったよかった。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。いつも治ったなって。よかったよ、うん、はい、ということで、昨日ね、あの昨日昨日か、昨日、おととい、あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。おととい、あ、待って、カイセイ、カイセイ、カイセイ、いつもありがとう。さっきも一緒にいたからね、うん、ありがとう、今日は教えてくれて筋トレ、ね、最高の先生でしたけど。最高です、はい、頑張ってるんで。んで、まあ、おとといアルバムね、リリースさせていただいて、その時もインスタライブさせてもらいましたけど、うん、まあ、明日も、
引き続きちょっとね、まあ、先週はミュージックステーションさん出演させてもらったんですけど、うん、明日はカウントダウン TV に、出演させていただきまして歌唱をさせていただきますし、うんうん、これ解禁で情報解禁されてるのかな、何が、あの朝のやつをされてます、はい、ということで、ズームインサタデーの方にも出演させていただきますということで、ギドさんがもう最高すぎた、最高でしたね、本当に、ね、ワンページファミリーだな、もうね、いい人でしかないというか、はい、ね、素敵な方でしたね、ギドさんのことをこう嫌だなと思う人いないんじゃないかな、この世にと思うぐらい優しい方でしたね、相変わらず、はい、はい、アルバムを聴いていただいた皆さんもありがとうございます、ありがとうございます。ズムサタさんはちょっとあの朝早いんですが、はい、ね、録画なり、まあ、早起きしてくださるのも嬉しいですけど、うん、まあ、無理ない程度にやっていただけたらなと思うんですけど、はい、忙しくてまだ見れてないっていう方もね、いますけど、うん、歌うまくなるコツ何ですか。僕はもともと全然声はもともと高いんですけど、もともとパワーが出なかったりしたので、とにかく基礎練をたくさんしましたね、うん、そうですね、ツアーのエントリー今日からですね、そうなんです、抽選選考、抽選選考予約かな、願わくば今インスタライブ見てくださった方全員当たるといいね、本当ですね、みんながみんな、ね、当たっていただけたらいいですけど、はい、あとキックオフミーティング、ライ、ツアーのキックオフミーティングも、4日までなんで、11月4日までなんで、それはアルバム購入者の方の中で、うん、そうです、透明版殺服の5つでやらせていただきますので、で、まあ、来年のツアーに向けてのちょっとね、準備をこう皆さんと一緒に、まあ、ちょっとしていくみたいな感じなんで、もういろいろ情報多くてすみません申し訳ないですけど、ぜひあのランページのモバイルのチャンネル見ていただければ、うん、いろいろ細かいの詳細が載ってるので、うん、分かんなくなったらぜひチェックしてください、お願いします、お願いします、ブラジルにライブし、あ、ブラジルの方も見てくださってるんですか、見てくださってるんですかね、え、すごい、すごいですね、えげつない電波で多分投稿してくださってる多分今ね真逆だから、多分朝一だと思うんですよ、うん、そうですね、え、ちょっとバリの流星呼んでさ、スペイン語で喋ってもらわないと俺らジェスチャーで伝えることしかないそう、いつも感謝しています、ありがとう、シェイシー、あ、シェイシーじゃねえ、お年玉とかお誕生日プレゼントいらないからランブルライブ行きたい、え、いや、いやでもね、もそれは嬉しいが、あ、嬉しいですよ、お誕生日プレゼントちゃんともらってください ね、はい、ね、まあ、でも僕らのライブも形に残るもの以上のものを皆さんに絶対にお届けするんで、ぜひ来てください、うまいこと言うね、それ今なんか投げてた特に中身ないですけど、中身ないですけど、まあ、こんな感じ で、ね、今日はねラジオ、ウィーケンドザランページ21時からと、うん、22時からはあのライブ EA のスペシャル TV さんの番組も今日はありますので、しかもランページの回ですか、そうです、今日はそう、あ、代表開催の2人と、うん、たくまと翔平来てくれるんで、なかなかやかましい収録でしたが楽しかった、ね、めっちゃ楽しかった、メンバー来ると安心するし、そうなんですよね、うん、初めて応募しました、お、ありがとうございます、ランペ本当に会いたいと言っていただけて、嬉しいな、前髪気になる、前髪僕も、あ、もう、あ、もう帽子かぶってきてたんで今日ニューシットですか、これあの直人さんのセブンです、あ、セブンだ、いいですね、また青森行きたいですね、青森の盛り上がり半端じゃないですからね、うん、青森に行くといつも力也さんのご家族ご親戚の方がリンゴジュースの差し入れくれるんですよ、ね、あれめっちゃうまくて、しかもあの太っ腹すぎてものすごい数くれるじゃないですか、ダンボール2つ分ぐらい の、 あのこの縦長のダンボール2つ分ぐらいみんなでその時楽屋とかで満足いく分もらってもまだ余るぐらいくれるんですけど、それが楽しみなんですよ、青森、名古屋、福岡、神奈川、ね、もう全部行きたいですね、47都道府県ちょっともう一回行きたいな、全員で、うん、行きたい、埼玉ね、行きたいですね、千葉の雰囲気どうですか、千葉はもうあの前回 の、 あのホールツアーの時かな、龍が MC 頑張ってた回をめっちゃ覚えてるけど、やっぱりでもこう盛り上がってましたね、うん、どこのライブも家族全員がランペファンです、嬉しい、嬉しい、あ、コメント全部読みたいな、ちょっと55分ですね、あ、もう間もなく、間もなくちょっと僕らも準備しますので、はい、あの皆さんラジコのアプリ取っていただいて聞いてください、ということで、じゃあ皆さん後ほどお会いします。
しましょう。あとホップちゃんのねフットワードもぜひ見てあげてください。はい、ということでまた後ほどです。バイバイ、はい、ありがとうございました。